どうもこんにちは、猫塚です。今日はうちの競輪の時に餌やりをする動画を上げていきたいと思います。今日昨日の嵐の巣の上ね、晴れていい天気で野外の水槽の撮影日和になってます。では餌をあげてみましょう。餌はこういう乾燥エビあげてます。おー、早速ニジマスが食べ始めました。ニジマスは結構なんか食べるスピードが速いですね。お、イワナも食べ始めました。イワナの方がなんかゆったりした感じの食べ方ですね。やっぱ種類によって結構食べ方違いますね、同じマスでも。おお、食べてる、すごいや。小さいニジマスも大きくなってきて、だいぶ色が乗ってきました。おー、食べてる。こんだけ食ってくれると結構餌の与えがいがありますよ。今まで寒かったから餌の食い悪かったんですけど、もうこちらも出てきましたけど、また引っ込んじゃった。もう少し餌出してきましたね。お、食ってる。食ってる。いやー、この子も随分でかくなって迫力が増してますよ。これでまだ1年ちょっとしか経ってないんですもんね。マス成長早いですね。なんかお、食ってる。やっぱニジマスの食べ方って結構シャープな感じがしますよね、イワナに比べて。イワナは結構優雅な感じですけど、食ってる。よく食べる。すげえ食欲。よく食べるな。よく食べる。
もうだいぶ出した餌がなくなりました。では今回の動画はこれでおしまいです。ここまでご視聴ありがとうございました。